室に忘れたものを取りに行った。ひそりとした長い廊下を歩いていたら泣きたくなった。目立たなかった私となんて交わしたことは数えるほど。アルファベットの名前順さえあなたはひどく離れてた。もしもできることならこの場所に同じ時間にずっと窓の近くのあなたの机。